グラハム・ヘンリー、グラハム・ヘンリー、さあ、グレアム・ウィリアム・ヘンリー、KNZM、1946年6月8日台、は、ニュージーランド出身のラグビー指導者。2004年から2011年まで、ラグビーニュージーランド代表、オールブラックスヘッドコーチ。名前の発音は、グラハムより、グレアムに近い。クライスト・チャーチ生まれ、クライスト・チャーチの、 名門クライストチャーチボーイズハイスクール CBHS 卒業。1969年オタゴ大学教育学ディプロマコース終了。オークランドグラマースクールケルストンボーイズハイスクールに勤務。教員として地理と体育を教えラグビーとクリケットを指導する。1979年末生大学教育学部卒業。ケルストンボーイズ ハイスクール副校長、1987年から1996年まで同校の校長を務める。1996年にプロラグビーコーチへ転身するため教員生活から引退する。1992年から1997年までオークランド州ラグビー代表ヘッドコーチを務め、ニュージーランド州代表選手権。 NPC では1993年から1996年の4年連続優勝。スーパー12、現在のスーパー14ブルースヘッドコーチを兼任し、1996年、1997年優勝、1998年準優勝の成績を残す。1998年8月、ラグビーウェールズ代表ヘッドコーチに就任。当時、 ウェールズラグビー史上最高年俸でのヘッドコーチ、就任は大きな話題となる。就任後は低迷していたウェールズ代表の立て直しに成功し、ブリティッシュアイリッシュライオンズヘッドコーチを兼任。同チーム初となる外国人ヘッドコーチに就任し、チームを指揮する。2002年、ウェールズ対アイルランド戦で大敗しウェールズ代表ヘッドコーチを辞任。 通算成績は36戦22勝1分13敗。ニュージーランドへ帰国後、オークランド州代表コーチ、2002年から2003年、2003年に、ブルースコーチに就任。この時の役職は、技術アドバーザー。ジョン・ミッチェル・オールブラックスヘッドコーチのアシスタントに、就任、ホワード担当。 ラグビーワールドカップ2003でのオールブラックス準決勝敗退を受けミッチェルは辞任。ミッチェルの後任として、オールブラックスヘッドコーチに昇格。2004年に W 杯勝利国イングランドと対戦し2勝するも、トライネーションズでは4戦2勝2敗の成績で3位、最下位2位終わる。トライネーションズ4戦3勝1敗で優勝。2005年度イブ年間最優秀監督賞を受賞。 トライネーションズ6戦5勝1敗で優勝。ヨーロッパ遠征、北半球遠征4戦全勝。テストマッチ13戦12勝1敗の成績で終える。2006年度イブ年間最優秀監督賞、イブ年間最優秀チーム、ニュージーランド代表、キャプテンを務めたリッチー・マコーが、イブ年間最優秀選手に選出され最高のシーズンを終える。 ラグビー w 杯を迎えた、このシーズンも順調な戦歴を重ねテストマッチ3戦3勝、トライネーションズ4戦3勝1敗で優勝。ニュージーランド代表は、ラグビーワールドカップ2007優勝国本命と言われ、予選プール4戦全勝で1位通過。しかし、決勝トーナメント準々決勝対フランスに敗れ、敗退。この結果を受け、ニュージーランドラグビー協会は、 ヘンリーの公認人事に着手すると発表。ツルーは、ヘンリーを含む4人の次期監督候補と面談し、同年12月6日ヘンリーの留任を決定。2009年シーズン終了までの契約延長に合意した。2004年から2007年シーズンまでの通算成績48戦42勝6敗。この留任人事については、莫大な遠征費や、 ワールドカップでの惨敗など賛否両論の議論は絶えない。トライネーションズ6戦4勝2敗で優勝。ブレディスローカップ4戦3勝1敗で優勝。ミッドイヤーラグビーテストマッチシリーズ北半球遠征では、スコットランド、アイルランド、ムンスター、ウェールズ、イングランドと対戦し、グランドスラム全勝達成。イブ年間最優秀監督賞受賞。 トライネーションズ6戦3勝3敗、対南アフリカ戦全敗で2位、1位は南アフリカ、ブレディスローカップ4戦4勝で優勝、対フランス戦3戦2勝1敗、対イタリア戦2戦 2, 戦2勝、対イングランド戦 1, 戦1戦1勝、対ウェールズ戦1戦1勝、対バーバリアンズ戦1戦1敗。同年7月、ツルートと2011年ワールドカップ終了までの、 契約延長に合意。2011年ワールドカップを翌年に控えたこの年、前哨戦にあたるスタインラガーシリーズ3戦3勝、対アイルランド1勝、対ウェールズ2勝、トライネーションズ6戦6勝1位、優勝、ブレディスローカップ4戦3勝1敗、英国遠征、イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ遠征では、オールブラックス史上3度目。 ヘンリー自身2度目のグランドスラム全勝達成。イブ年間最優秀監督賞、イブ年間最優秀チーム賞を受賞し、シーズンを終える。シーズン開幕戦となるフィジーテストでフィジーに勝利。トライネーションズ4戦2勝2敗で2位。2011年ワールドカップは予選プールから決勝戦まで全勝で終え24年ぶりにエリス杯を獲得。 イブ年間最優秀監督賞、5度目、イブ年間最優秀チーム賞、ラグビーニュージーランド代表を受賞。同年11月1日、ムツルーとの契約更新を待たず、オールブラックスヘッドコーチ職からの優退を表。2004年シーズンから2011年シーズンまでの、通算成績は103戦88勝15敗、勝率85.4%。 同年11月26日開催のラグビーオーストラリア代表対バーバリアンズヘッドコーチに指名され、トゥイッケナムスタジアムで指揮を取るも11対60で敗戦。オールブラックスヘッドコーチ優待後はラグビーイングランド代表ヘッドコーチ就任が噂されたが、2012年2月、ニュージーランドラグビー協会、ツルーとの間でラグビー指導者へコーチング指を担当する。 メンター契約を期結。ツルートとの契約期間は2013年末までの非常勤契約。2013年4月にラグビーアルゼンチン代表アドバイザーに就任し、実質的なアシスタントコーチを務めた契約は14年3月まで。2014年シーズンからフルスブルースのテクニカルアドバイザーに就任。自らラグビー選手としては、 平均的という選手生活を送り、ラグビーニュージーランド代表、オールブラックスに選出されたことはない。過去に幾度となく、オールブラックスヘッドコーチ就任の噂が立ち、ヘッドコーチ候補にも上がったが落選し続けた。オールブラックス選出経験がなく、オールブラックスヘッドコーチを務めたのは、ジョンハートに続き二人目。カンタベリー州。 1965年から1966年、ドータゴ州。1967年から1968年、選出のクリケット選手として活躍した期間がある。ローウィン夫人との間に2男一女。妻のローウィンは元ネットボール選手で現在は指導者。1999年11月に、ネットボールウェールズ代表チームのコーチに就任。競技種目は異なるも、夫婦で、 ウェールズ代表チームを指導した。2002年8月まで、ウェールズ代表でコーチを務めた。教員生活は25年に及び、マッセイ大学のインタビューに対し、教員として学生を指導をすること、人材育成に関われることは、オールブラックスコーチを務めるより、大切なこと、学問とスポーツバランスよくこなすことが、スポーツ選手として、人間として成長するために、 必要と答えている。2011年12月、ラグビー界への貢献により、エリザベス2世から、ニュージーランドメリット勲章ナイトの国を授与され、サーの称号を得る。日本の早稲田大学ラグビー集級部臨時コーチとして1989年と2002年に、来日指導をしている。早稲田大学ラグビー集級部の印象について、早稲田の選手たちは、非常に優秀。 知的で練習熱心、教えていて楽しい、とのコメントを残している。1989年当時、早稲田大学の選手だった、清宮克行も指導を受けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。